はようございます。今日は土曜日の朝です。街は静かですね。空気はひんやりしてるんですけれども、日差しがすごくありがたくて、当たってるところがポッカポカしてきています。今日もよろしくお願いします。楽しくいきましょう。今日じいちゃんの課題は点滴の練習です。お家に帰ってきてもね、ずっと点滴はしなきゃいけないので、それの、なんかいろいろあるみたいなんで、それの勉強です。ゆいちゃんは今日カットに行きます。急遽日にちずれて今日行くことになりました。アマゾンのお仕事なんですが、27年末のそれからずっとやってないので、もう半月以上やってないんですよ。ただ、さすがにアーリーアクセスという1ヶ月先まで仕事が取れる権利があるんですけれども、それは剥奪されてしまいました。だから今仕事の内容を見れるのが1週間先までになってしまいましてね、はい、まあしてないから一緒なんですけれども、まあ、来週木曜日に和子さん退院して戻ってきますので、正月ぐらいから仕事復帰できるかななんて今思っております。先ほども言いましたよね、その点滴1日1回してたかな、あとは詰まった時の処置とかそんなあるんで、まあ今まで通り4時間ぐらいのお仕事だったら問題なくいけるんではないかなと思います。みーちゃんもう一人でお留守番しないで済んでよかったね。じゃあ行きますよ。じゃあみーちゃんカットしてもらいます。こっち乗っちゃったらいけないよ。みーちゃん、じゃあこれも外して、はい、じゃあ行きましょう。よいしょ。よいしょよいしょ、ほら嬉しい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 、よいしょ、おはようございます。うん、嬉しい。ピンクのがいいかな。うん、女の子に見てもらわないとね。お願いします。あ、じゃあそれでお願いできますか。濃いピンクと薄いピンクと、あ、濃いのがいいかな。うん、はい、よろしくね。よいしょ、ね、みみちゃん送ってきました。じゃあお家帰って作業をしたいと思います。ちょっとこれね、久しぶりにつけてみましたが、ちゃんと映ってるかな。はい、では帰ります。今お昼です。たまにはなんか食べようかなということでララポートを向かっておりますが、でもね、土曜だからね、あ、いっぱいでダメでしょう。ロピエでお買い物して帰ろうと思います。あんまりゆっくりしてらんないんだよね。2時に点滴のトレーニングを受けなきゃならないんで、はい、そこそこに切り上げて有明まで向かいたいと思います。今日は駐車場代節約のために有明ガーデン止めたんですけど、土曜日の午後ということもあって7階まで上がらされてしまいました。あそこ岩圏まで行きます。この後なんかね、雨だか雪だか降りそうなこと言ってたんだけど、大丈夫だよね、行っちゃいましょう。和子さん、アイス食べれるってことでね、アイスの実、この間ぶどう味はあったんですが、今日はいちご味、今イオンで売ってましたんで、はい、買ってきました。
行くまでに溶けないよね。今3時半ですが、真っ暗になってきちゃいました。あそこの有明ガーデンの駐車場に着くまで降らないでくれるといいんですけれどもね。まあ多分大丈夫でしょう。みみちゃんのカットも終わったようなんで、帰りピックアップして帰ります。なんかね、お散歩行く頃は雨っぽいですからね。一度家帰ってから歩いてお迎え行こうかなと思ったんですけれども、帰りに直接寄っちゃいたいと思います。今日はなんか催し物があるんですかね。なんかガードマンが横断歩道のところに立ってます。ポツッと頭皮に当たりました。雨が降り始めてきたようでございます。ガーデンシアターでね、なんかあるらしいんですよ。すごいです、人の量が。いつもスカスカなのにね。だから駐車場も混んでたんだね。テーブル変わったかな。いっぱい並んでます。さあ入ろう。何あるんだかちょっと不明です。もう真っ暗ですね。とりあえず頭皮に一発だけ当たった感じで済みました。なんか鍵を閉め忘れたようで、アラートのメールが来てました。確かにミラー立ってるわ。じゃあ帰りましょう。外は真っ暗です。まだ4時前なのにね。みみちゃん、5.48 キロ少し減りました。よかったね。耳きれい、肛門腺多い、あといつも通りかな。爪が少々伸びてる。はい、こんな顔になってきましたよ。出てもね、綺麗でくるくるが全然なく可愛くなってます、ね、日が増してたけど、ちょっと外ね、今歩けないからね、雷と雨でね。血したくなったらそこでしてね。そこじゃないよ、あっちだよ。はい、きっとずっとおしっこ我慢してただろうからね、この子はね。眠いか。もう眠の顔してますね。なんでこう写真写りが悪いんでしょうかね。みーちゃん目がちっちゃいのがはっきりわかるね、これだとね。おこた消してあんのに。おこたつけよっか、そしたら。ねえ。ベロ出しちゃって。ここひげだね、みーちゃんね。違うか。眠いね、今日ね。疲れたね、カット行ってね。